高木清香はフリーアナウンサー、リポーター。夫はサッカー指導者の西が谷隆行大阪府出身。小中学生の時からテニスに勤しみ、高校時もテニス部であった。短大を卒業後企業に就職するもすぐに退社してしまい、短大在学時からアルバイトでついていたイベントコンパニオンの仕事を続けていた。1997年。 制作会社の人物に誘われて、オーディションを受け、ガンバ大阪のマスコットガールをしていた時に、リポーターの仕事に憧れを持ち、ガンバ大阪戦の中継リポーターと同じ芸能プロダクションに所属。事務所経由では、リポートの仕事が得られず、仕事自体もあまりなかったことから、J リーグ映像の担当者と接触し、J リーグチームへの取材許諾をもらい、取材を開始。 1999年10月30日の J リーグセカンドステージビッセル神戸 VS 浦和レッズの試合から J リーグ中継のリポーターとしてスカパーの J リーグ中継にリポーターとして出演していくこととなる。2002年に2002フィーファワールドカップでスカパーが中継権を得たことでリポーター業の拡大が目黒ろめたが関西在住であったことがあだとなり、 仕事を得ることができなかったこと、さらには2001年から交際を始めた西がにが2001年シーズン末にアルビレックス新潟を契約満了後関東に在住しており、遠距離恋愛中だったこともあって、西がにが筑波大学大学院に進む2003年に上京。この時に事務所には所属せず、完全なフリーランスとして自分で仕事の営業に回ったが、 ピッチレポーターとしての仕事は限定的だったが、この年にスタートしたジェイズゴールに関わったことで一定の収入を得ることができた。2007年にスカパーが J リーグ中継の優先放映形を獲得すると、ジェイズゴールで担当していた東京ベルディとクラブイベントの司会を務めていた川崎フロンターレからの推薦を受け、両クラブの試合でのピッチレポートを担当し、 チームオフィシャル番組のほか、プロ野球中継や、ゴルフ番組など、各種スポーツ中継のリポーター業やイベント司会や、J リーグチームの取材報告として、記事執筆を行っている。私生活では、西型にとの長年の交際を実らせ、2010年に結婚。2016年4月23日、j リーグ第9節、駒沢競技場で行われた。 東京ベルリ対ミトホーリーホック戦にて中継リポーターを担当していた高木がその試合で当時ミトの監督であった夫である西が谷へ勝利監督インタビューしたことが夫婦共演と話題となった。ありがとうございます。